当最悪やわ。もう毎回ほんま雨もちょっとこたえますね。ちぎれたとは思えないぐらい綺麗に縫われてますよね。嬉しい。おや。農家さんがね、この食べ方が一番美味しいって言ってましたね。これ。はい、こんにちは、あずきデラックスです。今日はね、マイアミハバキャンプ場の方に向かってます。これ見てください、あいにくの雨になっちゃいましたね。昨日の天気予報ではね、今日の晩から雨になるって話されてたんですけど、もう真っ昼間から雨に変わっちゃいました。もうこれも設営の時に雨は最悪ですね。しかも明日の朝にね、雨を止むようなこと言ってたんですけどね、どうなるか心配です。まああと少し運転してきますね。頑張っていこう。よし、到着ですね。雨だたっぷり、ほんまもうちょっとショックやわこれは。よいしょ。いい感じや。257こちらになりますね。おお、真ん前に琵琶湖です。サイトの方決まりましたね。今日は5番になりますね。5番の方です。しかもね、向こうは琵琶湖がね広がってますよ。景色的にはバッチリ。ただね、天候ですよね。天候の方が最悪。雨ですよこれ。夜から雨ならね、まあ、料理も終わった頃に雨が降ると思ってたんで、今日はね巻くだけで済むと思ってたんですが、これなら焚き火タープもね、広げなきゃダメですね。そこ最悪やわ。もう毎回ほんま雨もちょっとこたえますね。でもね、今日はね、復活の儀ですから。タラスブルバちゃんがね、復活してきました。これは嬉しいです。さあ、早速ね、設営の方していきますね。よっしゃ。オープン。復活してきました。これね、修理してもらえたんですよね。オーソリティさんに持っててね、タラスブルバさんに問い合わせしてみたら、修理無料でしますよって言ってくれたんですよ。しかもありがたい。ここのメーカーさんね、オーソリティさんが言うには案外無料でね修理してくれるらしいですよ。ありがたいわ。これはめちゃくちゃありがたいですね。綺麗に縫ってくれてました。さあ広げてきますぜ。見てくださいよこれ、ほらちぎれたとは思えないぐらい綺麗に縫われてますよね。しかもね、ちゃんと当て布をしてくれてますね。めちゃくちゃありがたい。これ
分かりませんよ、ほとんど直したのかどうか。ありがてえ、これ本当にタラスブルバさん、本当いいメーカーさんです、本当にね、ありがてえ。懐かしい、いい感じですね。嬉しいな、嬉しいな、嬉しいな、ただ嬉しいな、嬉しいな、ただ嬉しいな、嬉しい、嬉しいです。見てください、復活です。めちゃくちゃ嬉しい、これは最高。もうタラスブルバさん様々ですね。ありがとう、本当にタラスブルバさん、いいもの買ったわ。人ならなくしたんでね、ちょっとだけお腹が空いたんで食べちゃいますね。これ手作り絹豆腐の揚げ出しになりますね。揚げ出し豆腐美味しいですよね。私しかもね、安くてね、これ見て、これネギもたくさん乗ってるんですよ。これ300円でこれはありえんわ。この安さありがて、天つゆもかけて、さあ食べちゃいます、いただきますね。見てこのボリューム、しかもネギ多め、食べちゃいます。うまっ。今日はね、雨が降っちゃいましたが、タラスブルマン復活していい日になりました、本当に。あー、こいつとね、またね、一緒にキャンプできるとは幸せですね、本当。いいわ、こいつもいいわ。あ、うん、うまく。この揚げ出し豆腐ね、天つゆ3個もつけてくれてました。ありがてえ。これはうめえ。しかもね、おにぎりとめちゃくちゃ合いますね。うん、この天つゆがまたうめえ。うまい、おやつじゃなくなっちゃう。今日の晩ご飯は煮込みハンバーグになりますね。煮込みハンバーグです。グツグツ美味しそうですよね、あれってね、見た感じめちゃくちゃ美味しそうでした。そして肉巻きになりますね。このぶっといネギ見てください、これめちゃくちゃぶっといですよね。これこんなネギ見たことがなかったんでね、ついつい買ってしまいました。全然ね、予定になかったんですが、急遽ね、肉巻きしてみようと思ってね、買ってしまいました。めちゃくちゃ美味しそうでしょ、これやばいわ、このネギの太さ。
ガラスブルバの方ね、メーカーさん直してくれてあれもう感謝ですね。そしてねこのポールの方はねもうねもう曲がってたんですけど、もう力技でねちょっと伸ばしてみました。これでダメだったらポール買い替えたいと思いますね。うん、まだね伸ばした感じいけそうだったんでこのままでちょっと使ってみたいと思います。よいしょ、あ今日もご飯が美味しくいただけますね。これほんと幸せやわ。でもね雨はさっきからずっとパラついてますね。そこは悲しい。ちょっと雨止んでください。本当に特にね焚き火する時は雨止んでほしいですね。雨は辛いわ本当に。これでいいわ、こっちで行こう。ああ切れちゃった。ああ目がめちゃくちゃ痛いですね。ちょっとねこれ痛めるんでちょっと細かくしすぎずにちょっと大きめに切っちゃいますね。それの方が美味しいんじゃないかなと思ってね。ちょっとああでも痛い、目が痛い。さあそれでは火をつけていきますね。雨がパラパラしているのが気になりますがね、仕方がない。よし、これも真っ暗になっちゃったな。もう真っ暗けっけや。よし、よいしょ、よし火の方をつけていきますよ。ちょっとね急ぎ気味で。おう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 、ついたついたついたけど、あれ切ってない、切ってない、切ってないよ。ちょっと切ってないよ今日。やばい、雨がしかも案外ボー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 というかね。ちょっと待って、これなんかいい方ねえか。消えちゃうよ、雨がかなり降ってきてる。もうちょっとこっちに寄せようかというか、雨やこれ消えちゃうよこんなの。やべ、ああだいぶ強くなってきました。よかった、ここまでついたらね少々の雨ぐらいじゃ消えませんからね。真ん中持っていかな。よいしょ、また雨降ってきた。どうしよう。よし、まずはね人参と遠藤さん炒めてきます。おお、暑そう。油引いて、たっぷりの油でね。雨が降ってるから、これ最悪やなこれ。おお、うんうんうん。うまそう。
ちゃくちゃ甘くなるんですね、人参って。わーわー、ちょっと焦げ焦げやな。よし、スナップエンドウもドン。こちらはね、この前回こういうのね、ちょっと火通しすぎたんで、柔らかくなりすぎたんでね、もうちょっと食感が残るぐらいにしておきますね。うわ、もう火力強すぎやこれ。よし、刻みニンニク入れてきますね。刻みニンニク5。あんまり強すぎない中火ですね。火は遠めで、もうこっちで炒めちゃいます。あちゃ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 、火が近いとね焦げちゃうから。よいしょ。あー、食欲そそるわ。よっしゃ、そろそろいいでしょう。美味しそうに飴色になりましたね。ちょっとね、余熱の方取っていきます。よっしゃ、もうね、玉ねぎの方の余熱も取れたんで、お肉の方こねていきたいと思いますね。まずはこれ、お肉、ミンチですね、合いびき肉を入れて、おりや、わあ、この玉ねぎめっちゃうまっすよ、これ。ニンニクだけでこんなに美味しくなるんだと思いましたね。別に塩コショウしてないのにびっくりやわ。これはハンバーグ作りのね、種を入れていきますね。これがめちゃくちゃ美味しいんです。これがおすすめの、私的にはこれがおすすめですね。まずこれね、一袋に対して 50ml ってなってたんで 100ml 入れて、粉の方溶いていきますね。2袋ドンです。これ香りめちゃくちゃいいっすよ。これめちゃくちゃうまいですよ。これ本当にね、ハンバーグ作るならこれおすすめですね。よし、こいつをもうね混ぜれたんで、この中に混ぜてきます。これやばいなっていうか、フライパンで作れるかな、このでかさ。やばそう。ちょっと自分なりにね、ちょっと怖くなってきましたね。で、この炒め玉ねぎハンバーグペースかな、これ入れてきます。玉ねぎのペーストみたいな感じですかね。それでは全部混ぜてきますよ。もうね、最後っていうかね、もう手でも混ぜていきますからね。すごいぞっていうか、これほんま焼けるかな、これフライパンで。うわ、よっしゃ、ハンバーグといえばね、空気抜きですね、これね。こんなん無理やハンバーグっていう気がせえへん、こんなミートボールでもないのなんてか。よし、いい感じ、うまそう。ビッグハンバーグ、
ってと、ちょっとね、油多めにしておきますね。油入れてと、よし、いっちゃいますね。ちょっと待ってよ、これ。よっしゃ、よし、形の整えます。今ね、今形を整えます。あー、すごいぞこれ。座布団や座布団やこれ。よっしゃ。それではね、このお肉を焼いている間にデミグラスとかでソースの方作っていきますね。ちょっと味見して、うまいね。デミグラ出して、そしてここにケチャップ、ケチャップ入れて、もうちょっと入れよう。ケチャップの味大好きやから。そしてここにウスターやめて、あーわー、危な、あー危な、お好みソースですね。危な、おたふくにね、ちょっと似た味のソース入れていきますね。これがまた美味しい味出してくれるんですよ。あー、うまそう。よっしゃ、こいつちょっと開けてみてみましょう。おお、うまそう、うまそう。こいつをね、ひっくり返してと、ひっくり返すのにはこれ、これが必要よ。返してきますよ。まずね、パカリとね、おりゃ、あー、うぅ、炎出たね。見てこれ、めちゃくちゃうまそう。よっしゃ、これで返したところもね、ちょっと焼いて肉汁閉じ込めてきますね。ちょっと焼いたらいいでしょう。軽く焼いてから、あとはワイン入れて煮込んできます。よし、バターの方入れてきますね。バーン、バターのコクがプラスですよ。でね、このね、キノコたちにね、このバターを吸わせていきたいと思います。バターとね、このお肉のラードですね、ラードを染み込ませていきます。これがまたいいんだ。でね、もうワインの方も入れていきますね。ワインかけて煮込んできますよ。こんな感じやろ。よっしゃ、よし、ワンちゃんのね、ご飯も作っていきます。煮込んでる間にね、時間があるんでね。よし、それではソースの方入れていきますね。うまそう、これわさびも追加しちゃいました。これわさびがいい仕事してくれるわ。お肉にはわさびめちゃくちゃ合いますよ、やっぱり。きっと、やっぱりって食べてないけど、まだきっと合うでしょう。なんか色がね、ちょっと違った色になってます。すげえ、すげえことになっちゃってる。これ全部入れちゃっていいのかな、これ。恐ろしくなってきた。うわ、よっしゃ、開けていきますよ。オープン。うまそう、すげえ。やばいな、これ。こいつはやべえわ。よし、ここにね、とっておきのチーズの方かけていきますね。よし、ここにチーズの方。チーズはね、周りにかけていきます。ちょっとね。ソースにね、絡めてね、食べるときにチーズも絡んできますからね。ネギ、肉を巻く前にね、ちょっとね、これ焼いときますね。中まで火通らんわ、これは。よいしょ、どんな風に焼こう、これこうやっとこうか。よいしょ、これネギの中めちゃくちゃ熱々になってそうですね。めちゃくちゃうまそう。ネギの方蒸し焼きにできたんで、表面のね、とこ取ってきますよ。これ、これさえ取ればね、うまうまですよ。うまうまが出てきます。見てこれ、ほら
これがうまいのよ、これが。ここよ、ここ。昔ね、テレビで見たことあるんですよね。農家さんがね、この食べ方が一番おいしいって言ってましたね。この焦げ焦げになるまで焼いても大丈夫なんですって言ってる男性がね。そして表面のこの膜を取っちゃえばおいしいんですよって、蒸し焼きになりますってね。これこれこいつです、これよこれ。本当はね、このここをね、ちょっとかじっちゃいますね。うん、まっ、めちゃうま、やばい。中が特に美味しいですね。中ドゥルドゥル、このドゥルドゥルのね、この水分が美味しいらしいですよ。特にこれに肉巻いていきますね。肉巻きの方できましたね。さあ焼いていきますよ。もう塩なんかいらないんですよ本当はね。これ塩石ちゃんでね、お、油が落ち出しましたよ。これ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 、わっしょい祭りや、祭りが始まりだしました。これよ、肉を、ね、豚バラ焼くとね、これですわ。これが始まるのよ。うわちゃおりゃ、すげえ。ファイヤー、やばい、油が落ちすぎて。よし、これぐらいにしておきましょう。もうね、よいしょ、しゃ、完成ですよ。もうきっと、おお、うまそう。見てこれ、やばい、これ絶対うめえやつやん。うん、うまく炊けてる、うまく炊けてますよ。あ、おこげできちゃってる、おこげできちゃってるよ。ほら見て、見てて、うまく返せない。あ、でもね、明日の分のそういう米残してたからかね、焦げの部分取っとくか。よし、これちょっと置いとこう。さあ完成しましたね。めちゃくちゃ美味しそうですよ。ボリューム満点煮込みハンバーグですよし、早速ね、食べていきたいと思います。それではいただきますね。いただきます。よっしゃ、今日まだ寒いですけどね、氷です。さあ飲んできますね。こいつね、果汁 100% って書いてあるんですよ。ぶどうで果汁 100% って珍しいですよね。これめちゃくちゃうまそうです。さあ飲んできます。いただきますね。皆さんお疲れ様です。本当にね、お仕事お疲れ様です。いただきます。うまい、うまいわこれ。よし、食べてきます。食べてこう。まずね、ハンバーグの煮込みハンバーグいきたいんですけど、もうこっちのね、肉巻きになりますね。肉巻きをね、早く食べないとね、冷えちゃいますからね。見てこれ、見てください、この肉、ネギ、ほら透き通ってる。これうまそう、この感じですよね。めっちゃうまっ、やば、めちゃくちゃうまい。ぬるぬるでもなんか最高ですよ。
このね塩気のついた豚レース、この相性抜群ですよ、ね、このネギめちゃくちゃ甘々、うん、おおおうん、よっしゃメインイベント行っちゃいますよ、入湯です。どうじゃ見えません、見えません、すいません、見えなかったです、皆さんねごめんなさい。よっしゃこれで持ち上がるかな、断面図出たよ、来ましたよこれ、あー崩れちゃう崩れちゃう、食べちゃいますよこれこいつは絶対うまいっすよ、いただきます。うん、あこ、うん、うん、めっちゃうまっ、やばい、うん、よっしゃ、あ煮込むとねなんか柔らかくなる感じですね、うまいよこれ、うん、ワインの感じも残っててねめちゃうまです。そして玉ねぎですよね、この玉ねぎの感じがね残っててまたこれいいですよ、やっぱ玉ねぎデカめにしてよかった。おっ、あっ、うん、これはね、これいる、炭水化物いるわ、うん、デミグラスソースのね相性抜群ですよ、あ、うん、うん、ポテトも一緒にいっちゃう、あ、うん、ポテトと一緒に食べるのめっちゃうめえ、よっしゃこの人参もね食べてみましょう、人参もうまいっすよこれ、うん、このね、スイーツかと思うようなね甘みすごいわ、うん、うまい、ソースと絡めて食べていこう、肉と絡めて、うん、最高、やば、何これ、よし、スナップエンドウも食べていきましょう、っていうかねさっきから食べてますね、これめちゃくちゃうまい、スナップエンドウ、何これ、うん、スナップエンドウ甘いんすよね、なんかもう箸で食いたい、うん、あらあら、ワンちゃんたちもねもうご飯欲しがってるんであげちゃおうかな、ピン、あらら回られ、よっしゃ、はい、ゆず、ゆずちゃん、はい、あつきちゃん、はあ、そして私はまだまだ食べれます、はあ、お腹もでも速攻膨れてくるわこれ、うんうんうん、飲むな、スナップちゃんもね食べてくれてるみたいですね、スナップ食べんかなと思ったけどな、
たいと思いますね。はあ、眠った。おやすみなさい。